どうもこんにちは。おかげさまでですね、前回から始めました成果報告がバイオリンの先生から申し出がありまして、中には自ら自分の成果報告をしたいということでですね、締め切った後にもかかわらずですね、中に出てくださった先生もいらっしゃってですね、やっぱり本当に参加するシンクタンクっていいな、参加するセミナーっていいな、そして何よりも実現するシンクタンクでいたいなというふうに思っていますので、皆さんこれからよろしくお願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。今ほどご紹介に預かりました長岡市議会議員君川博史です。胸に書いてあるの読めますよ皆さん。全ての増税に反対します。これ今日先ほど参議院議員の浜田聡さんのホームページを検索するとですね、4つ目の政策で自分が出てくるのを確認したんですけども、浜田さんと同じ政策を掲げさせていただいております。で、今回ですね、成果報告ということでしたので、7月のですね、旧国シンクタンクさんのセミナーで、学ばせていただいた事務事業評価条例案についてなんですが、こちらのことを一般質問で9月ですね、質問させていただきました。一般質問では残念ながらいい答弁引き出せなかったんですけれども、総務委員会の方でも再度質問しましたところ、その事務事業評価条例案に盛り込まれている、事業費及び人件費の歳出金額、財源としての国家支出金、県支出金などですね、こういう8つの項目があるんですけれども、そちらの項目に関しては市としても非常にいい考慮すべき大切な要素だということを、財政課長の答弁として引き出すことができました。ただですね、なんでこんなことをやってるかというと、実は長岡市は事務事業評価の作成も公開もしていないという非常に残念な自治体なので、自分がまずそこを作るところからやらなければいけないということで質問を続けているところであります。そうですね、セミナーを学ばせてもらって、この8つの項目が重要だということを引き出しましたので、今後はこの引き出したものが重要だと言ったんだから、じゃあちゃんとですね、費用対効果を見るときに漠然とした指標じゃなくて、統一的にこの8つを見るべきなんじゃないかということを言っていけるようになったと思っています。そういう意味で、今回12月の総務委員会もあるんですけど、まだこれからあるんですけれども、その中であったり、また3月初めての予算委員もあると思うんですけれども、そちらの方でもそういう視点でしっかりと意見をもう皆さんの前でですね、申し上げるというつもりでいます。正直言うと、自分としては6月も9月も12月も事務事業評価なんてやって当たり前だと思ってますので、なんで一般質問してるのにやると言えないのかというのは疑問ではありますけれども、実現するまでですね、皆様の前で、またこの場で事務事業評価長岡市やるようになりましたということを発表できるようになるまで、しっかりと勉強しながら活動していきたいと思ってますので、引き続きよろしくお願いいたします。篠川さんはですね、実はそれだけじゃなくて結構すごいことをやってですね、議会の会派を、今まで一人会派だったんですけど、仲間を集めてですね、公明共産と同じ規模の会派を作ったんですよね。なので、今後はですね、篠川さんの、意見というものが市長にあまり舐められずに通っていくんじゃないかなというふうに思ってますので、頑張ってください。はい、ありがとうございます。日本には近代政党が必要だ。近代政党というからにはちゃんとしたシンクタンクがなければならない。全くこれまでと違った局面に今直面しているではないのか。その税金がどういうふうに使われてんだということに関して、本当に意味のある使い方してるんですかって。チャイナが欲しがるような資源を持っている中で、まだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。